天才ピアニストの深夜おでん。早速皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マス目です。マス目ですか。うん、さすがに。さすがに。今日も差し入れありがとうございます。リュウさんから元気の玉二つ、美味しい棒二つ。リュウさんありがとう。マヒーさん美味しい棒と元気の玉。はい、マヒーさんありがとう。小松大夫さんから元気の玉美味しい棒。小松大夫さんありがとう。加古さん指ハート。加古さんありがとう。アコキンさん元気の玉美味しい棒。アコキンさんありがとう。看護学生になりたい雪だるまさん元気の玉二つ、美味しい棒二つ。看護学生になりたい雪だるまさんありがとう。エレクトリック墓参りさんから元気の玉。エレクトリック墓参りさんありがとう。ティジャンさんから美味しい棒と元気の玉。ティジャンさんありがとう。ヘネシスさん美味しい棒12本。ヘネシスさんありがとう。言葉集めさん元気の玉3つ、美味しい棒3つ。言葉集めさんありがとう。オスカルさん元気の玉2つ、美味しい棒2つ。オスカルさんありがとう。ゲッシュタルオさんから美味しい棒12本、ありがとう。ゲッシュタルオさんいただきます。さあそしてですね、はい、あの以前ね、この入院しますという、うん、手術しますとおっしゃってたチーズチワワさんがですね、はいはいはい、この前手術しますというお便りを読んでいただいたチーズチワワです、はい、無事退院して職場も復帰しました。わーよかった。病室でも楽しく聞いていました。ありがとうございます、うん、体調も回復してきてるのでおしゃれシャレシャレ行くの楽しみにしてます。嬉しい。そしてですね、このチーズチワワさんのお便りの前にですね、はい、素敵なお便りが届いておりました、うん、エリンギさんからでございます。エリンギ様、いつも癒しの12分をありがとうございます、はい、通勤時さあ働くぞという爽快な気分にさせてもらっています、うん、そして病気と戦っているピアニスコ仲間のチーズチワワさんへの花束を送らせてくださいということで、お疲れ様の花束をいただいておりました。優しいね、リンギさんは。チーズチワワさんにね、このお疲れ様の花束、ね、そうそうそう、わあ、どうか届きますように。素晴らしい温かいメッセージでございまして、やっぱりね、もう我々のファンの天才ピアニスコちゃんたちはね、はい、本当に心優しい、うん、心がクリア、クリア、まるで秋の空のような、はい、冬の空のような、変更ですか、たとえ変更冬の夜空のように、はいはいはい、クリアで、クリアでね、透き通って、透き通ってね、突き抜けるような、はい、晴天の霹靂ですねいや入れすぎ入れすぎ、いっぱい入れすぎどれがどれかもう分からんかったから、詰め合わせで、まあでもその素晴らしいね、うん、あのファンの皆様だということを言いたかったんですよね。イエス、分かります分かります。エリンギさんもね、ありがとうございます。チーズチワワさんね、よかった、無事ね、仕事も復帰できて、うんうん、そうそうね、まだ無理せんように、はい、しっかり体を休めていただいてね、もう仕事も復帰されてるそうですから、あれですけどね、自分を可愛がってあげてください、お体をね、そうしてあげてください、うん、本当に可愛がってあげてくださいね。分かった分かった、うん、さあ、そしてですね、はい、どうしようかな、いっぱいいただいて、山田太郎さんからありがとうございます、うん、ありがとう。YouTube やインスタを見ておりましたが、うん、質問を送りたくてついにラジオトーク入れました。わー嬉しい、ありがとう。もし宝くじで3億円当たったら何に使いますか。僕はまずパン屋に行って好きなパンを手当たり次第買いますね、うん、そして二十歳になったばっかりなので、えばか、美味しいお酒とかも飲んでみたいですね、うん、お名前何やったっけ、山田太郎さん、山田太郎さん、はい、これからも応援してます、うん、ちょっと待って、このお金たくさん手に入れたらパン買いに行きたいってめちゃくちゃいい、なんかな、可愛いな、抱きしめたいわ。あ、そう、うん、まあ、じゃあ抱きしめてあげてください。抱きしめたい、殺します、息抜きます本当にもう桜井さんのモノマネだけは ね本当にだってさ、はい、ね、しこたまお金入ってな、うん、大好きなパン屋さんに行ってパン買ってもさ、うん、パンってその日のうちか翌日ぐらいには食べなあかんやんか、そうやで、そうやで、急がなあかんで、でやっぱさ、なんぼ美味しいパンって言っても、うんうんうん、3つ4つ食うたらもう結構しんどいな、うん、そう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 、そんな中ね、そんな中、そんな中よ、好きなだけや、分かるけどな。山田太郎さんはだから多分そのパン屋さんで、うん、あれも欲しいのにな、これも欲しいのになって思いながらいつも我慢して2個ぐらいを厳選してるんじゃないですか。そうやな、それをこう端から端まで行ったのかいっていうことでしょ食べられへんで、リアルなことはええのよ、買いたいのよ山田太郎はさ、鳩にやるか、残りは鳩にやらへんわよ、そんな美味しいパンを。太いソーセージのやつ美味しいな。美味しい、太いソーセージの挟んでる、太いソーセージのやつやけど、あのハーブ、なせやねん、ソーセージな、せやねん、肌白くてな、緑の点々が入ってるさ、 あれまずかったことないよな、あれまずかったこと一回もない、あれはマジでビールに合うパンやな、あれ美味しいね、ほんま、うまいな、あパンええな、パン屋さんのな、町のパン屋のパンうまいよな、うまいな、まあ、百貨店とかのやつも美味しいけどな、あ美味しいな、うん、確かに。どうしますか、3億円、3億円か、まずさ3億円当たるとするやん、うん、その誰に税金しんどとか思うわ、来年の、まず夢のない人夢のない人やんか、あなたは。だからもうまず1億ぐらいは置いとかんとやばいよな、来年とか再来年のためにな。全然、いやもうマジで置いとく、
うん、意外と使わんかも。そうやな、言う私に言う、まあ、そうだったら相方は言うか、家族は言うか、うん、掲げられへん、うん、3億円を、うん、確かにもうますみちゃん金遣い荒なってバレそうやしな。そうやね、なんかあった最近っていう、うん、なんか最近めちゃくちゃ香水買ってるけど、香水って車とか買う絶対。あ、車欲しいか、うん、だから別に家一軒家建てようとかは正直思わへん。あ、思わへんな、うん、まあ一人暮らしやしな、現実問題家族、うん、家族というかその何、結婚してないから、うん、そういうのはないけど、うんうんうん、とりあえず、うん、親に、うん、親が将来老人ホーム、うん、リアルな話やな。リアルすぎるやろ、もっとパンをパンを端から端までねっていう話が聞きたいんや、山田太郎は。親の老人ホームをやらやねあの、あれよ、え、高級老人ホームというか。いや、あれはええと聞いてますよ。だからほんまにその老人ホームという老人ホームじゃなくてさ、はいはい、介護士さんとかもついてる、ついててご飯も豪華な、ご飯も豪華でっていうのあるやん。もうあの住めるやつやんな、この部屋があるやつやんな、うんうん、完全個室で暮らせる夫婦ごとにあるお部屋で、マンションシステムみたいな感じで、はい、なんか言うたらもうお金ある人しか入られへん、はい、高級老人ホームっていうのかな、選ばれし、そう、選ばれし老人の、そういうこと、うん、そういうのをまず契約してあげる、事前に払って、はいはいはい、はい、あれってだからほんまに多分5000万ぐらいないと入られへんと思う、多分、すごいな、最低、はいはいはい、はい、下手し奥いるかもしれんけど、はい、だからさらきにそれをもう言ってんねん、でもお父さんとか、うん、あの早い段階から子供たちに迷惑かけんように、うん、老人ホーム入るって言ってるから。でも あのもう階段が急な家を出てそうそうそう、階段が急な家を、そう、うんうん、階段あれ危ないからね、マジで。いや危ないから、うちのお父さんも70超えてますから、あんな冷蔵庫にマグネット貼ってる家を出て、そう、マグネットは持っていくやろ、マグネットホームにマグネット持ってきて付け替えて、グアモとハワイのこれ持っていかなあかんねんって、カップ、こんなもんボケとるボケてへん、ボケてへん、ボケてなくてもカップ持っていくねん、マグネットうん、確実に、そう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 、どっちみち入るって言ってるから。でも今のさ宅はやったら言うて普通のとこしか多分入られへんから、なるほどなるほど、超高級、とこ有料老人ホーム、これは親孝行だでしょ、温泉とかついてる、天然温泉とかあるやん、すごいな。てかそういうとこちょっと一回ロケ行きたいよな、行きたいな、ほんまやな、どんな中身なのかっていう、そうそうね、しっかり介護士さん看護師さん常駐みたいな、うん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 、常駐って静脈注射違うね、あなたもうナースやねそしたら常駐しといて違うね、常駐常駐やないのよ。あ、そうですか、そこにまず、はい、まあ、5000万8000万ぐらい投資というかね、うん、ね、そこに使う、はい、親に、はいはいはい、約1億やな、もう多分、はい、親が一生住める分の、はい、で1億は税金として残しとく、はい、対策来年再来年の、はい、あと1億や私が使うの、なるほどな、だから賞味、うん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 、これはさ、この1億を手にしたところでさ、うん、なんかでっかい買い物するんかなって思う、リアルに考えたら、まあリアルに、うん、ただいつもの買い物がいいもの買うみたいなことになるんじゃないかな、うん、まあ車買おうな、とりあえずな、まあそうな、車ぐらいやと思う正直、はいはい、でか買い物、その動物飼いたいとかも思うけど結局管理ができなくてかわいそうやから、うん、っていうのもあって、はい、とりあえずちょっとだけ家賃高いマンションに行って、うん、ちょっと松野さん、その、うん、もうすぐ引っ越すやんか、はい、引っ越してさ、うん、すぐ当たったらどうすんの、え、そんな違約金払うたるわ、そんな出てったらやん、そんな知れてるやん、違約金多分マンション2ヶ月分ぐらいやろ家賃、うん、3億も出てしたらバリ知れてるやん、払ってまうか、うん、はいはい、あげる現金で払うわっていうのはもう、うえー、違約金なんか出さして出さしてっていう、うん、払って払って出て出て、でも言うて一人暮らしやから、うん、2LDK ぐらいでいい、はいはいはい、はい、そういらん、いっぱい部屋、はいはいはい、寂しいし、なんか寒いやん、うん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 、2LDK ぐらいのとこには住むかもしれん、なるほどね、そこに住んで車買う、駐車場付きのマンションで、なるほどなるほど、ぐらいかな、で基本的に食べ物とか、うん、着るもんとか持ち物豪華なるぐらいかな、そやな、豪華にはなるな、どうしても、うん、ぐらいちゃう、そうやな、私もなんかその大金をさばく自信がないわ、どうする、3億、まあ1億は税金に置いとこう、任せるわ、あかんか、1億持ってかれたけど今勝手にそうやな、でもまつみちゃんお金ないってなるで、そんなどうしようってなる、うん、いやどうしたらいいかな、マジでお母さんとかに相談してもいいですよ、どうしたらいいかな、うん、みたいな、3億でも私は使わんな多分、全然、う、うん、
え、家賃上げへん？上げへん。今のとこでいいの？マジで今のとこでいいわ。マジで？だってもうなんか不便が一個もないもん。まあな。うん、やし、そのもうほんまに一人、さっきも言ったけど、一、うん、人で暮らしてるので、うん、もうこれ以上の広さあっても、もう今の家ですらなんか広いな。あ、そう。うん。妙に空間が目立つ。いや、全然 2LDK は欲しいわ。なんか家具とかのグレード上げたいとかも思わんし、うん、どうしようかなって感じだな。そう、車も乗らへんもんな。うん、そうそうそう、マジでどうしようかな。あ、ビールサーバー置くぐらい。まあビールサーバーとあのイカのでっかいボックス、あのスルメの串のでっかいボックス買ってっていうのはまあ一旦使わせて、うん、それであの、あ、運転手、まあ、車じゃなくて運転手雇いたい。はいはいはい、いいよそれ、はいはいはい、もうその運転ずっと仕事現場向かいを、いや運転手もいいけど、うん、そういう人間関係やっこいから、うん、いやいいね、一人なってほしい人。あ、そうなん、うん、大学の友達。あ、言ってんねや。うん、あのマジでお金持ちになったらやってて、やるやるっつって。それやったらそのどこの会社でも使える宅地経験タクシーチケット。そうやね、私ら金いらんねん、宅地系欲しいねん、うん、てか宅地系っていうかタクシー乗ればいいんじゃん。あ、そうか、一回紙に変えいでも。そうか、お金なんだよ。タクシー乗りまくったらいいんか。タクシー乗りまくりやん。いや、まあ私でも車買うからいらん、まあ、自分で運転するわ。そうやな、そうやな、うん、運転好きやもんな、うん、私はもうあのその友達と一緒におれるっていうのもいいから。なるほどね、うん、それで、はいはい、その子人を雇うってなったら結構なお金いるからな。その人を食わしていかなあかんってことやからな。そうそう、人に雇うってことやから。うわー、プレッシャー。でもそれやったら賞金レベルじゃできんことやん。うん、3億当たっとるから、こっちはもうあのその子とだっておとなしい生活しとったら正直一生いけるもんな。いや全然いけるよ。うん、うん、まあちょっと芸人はやりたいから何とも言えへんねんけど。確かに、うん、こそ3億むずいね。おやすみ。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？